巨大たちよ、真理が重いです。真理、真理は、イエスクリストです。イエスクリストの啓示です。私たちの日常の生活の中に啓示されるイエスクリストの愛、イエスクリストの行い、イエスクリストの証しと言いましょうか、イエスクリストの準拠と言ってもいいんです。イエスクリストが私たちを愛しています。この愛は重いです。え、本当ですか？無償の愛ではないか。その愛が私たちの慰めではないか。もちろん、もちろんそれですけど、私たちがその重さ、つまり、聖書によると重さはカボッド、栄光という意味です。栄光、なんかその存在はものすごく真面目なことです。この愛は、感情的なことではありません。このイエス・キリストの愛、つまりアレフェイア、つまり真理、アレフェイアはギリシャ語で、言われる、真理、それは栄光に満ちたことです。その栄光はカボッド、その神ご自身の存在ということです。だから神がどういうふうに私たちに、現れます、自分を啓示してくださるのか、愛の形で私たちに啓示してくださる、愛の言葉、愛の行い、許し、憐れみ、私たちを新たに作ること、その力によって神が現れます、私たちに現れます。アレテイア、真理として私たちに現れます。なぜかというと、この愛だけ真理です。この愛だけ私たちをそのまま愛してくださる、そのクリストの心、クリストの愛に現れた神の本質は事実です。真理です。意外は全て偽り、意外は全てが本当に嘘ですよ。私たちを惑わされる嘘です。ですから、その愛は事実であれば、その愛はあなたと私に対するの愛です。一般的な愛ではない。この愛はあなたとの関係のある、あなたまで及ぶので真理です。あなたを追う、あなたを満たす、あなたを新たに作ることができるので、真実の事実、真実、本当、本物の愛です。真理です。あなたとの関係のあるから。あなたは誰ですか？罪人、弱い、背く方、いつも嘘を探そう、いつも自分を隠そう、いつも偽善的な、生活を送ろうとしています。自分を守ろうとする、自分を義とする、自己弁護などなどでしょ。罪に奴隷されているもの、悪魔にしょっちゅう騙されているもの、死んでいるもの、いろんな関係、奥さん、囚人などとの関係によっての関係で死ぬ、相手を裁くから、相手を恨むから、相手を妬むから、相手をそのまま受け入れられないから、これは事実、ね、これは事実。私たちの人生はこんなものです。私たちの心はこれです。このあなたはキリストに愛されている、このようなあなたのためにキリストが命を懸けた、命を捨てた、十字架に貼り付けられた、これは真理です。十字架に貼り付けられたキリスト、あなたのために命を懸けたキリスト、これは重いです。あなたがそのこの重さ、この事実を背負うことが難しい。罪人であるということを認めたくない、責任がいつも外に相手に置くのかな。
奥から自分がそんなに悪くないということ。しかし、プライドが砕かれると、あなたは誰であるかを認めて、そしてその愛をいただくことができます。重くならない。軽くなる。これは聖霊の働き。聖霊が私たちを照らす。聖霊が私たちは誰であるかを、示してくださいます。それだけではなく、慈しみの雰囲気、慈しみの環境、慈しみのうちに、あなたの、事実を示してくださる。慈しみがあるから、慈しみ、憐れみがあるから、あなたがその事実を認めることができる。これは教会。教会、憐れみの体内。だから教会の中で聖霊が下り、いろんな形で聖霊が下り、そして私たちは真理の重さを背負うことができる。真理の、その、なんかその真面目さを背負うことができる。愛は真面目なものです。愛は真面目なことですよ。愛は命をかけることです。死ぬこと。相手のために死ぬこと。だからそれを背負ったときには、つまり自分が誰であるかを認めたときには、そしてそれを、受け入れて、その愛を受け入れたときには、この愛が私たちを新たなものにつ、として作る。私たちも、愛のために、命のために、愛に動かされて、相手のために命をかける。真理を語る。真理を示す。真理の証人となる。これは全部聖霊の働き。これは全部教会の中で行われること。家族の中では、仕事のところでは、学校のところでは、いつでもどこでも、真理があなたを通して輝く。あなたがその真理の重さ、その事実、その真面目さを背負うから、認めるから、受け入れるから、あなたが光る。真理で光る。良い日を。